ですね。お待たせいたしました。はい、東京ヤクルトスワローズのお二方に登場。ヤッシー広岡選手、吉野優太選手でございます。はい、会場をお伺いします。自己紹介からお願いいたします。はい、どうぞ。ヤクルトスワローズの、星野未来です。よろしくお願いします。ヤクルトスワローズの八千亮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず八千亮太内野手なんですが、1991年の生まれで石川県のご出身、昨年のドラフト6位でございます。大学4年の春は2部優勝で MVP、 秋のリーグは実質3割6分7分をマークし、ベスト9遊撃手に選ばれました。軍配ながら8月に1軍に昇格、中日の山本雅人投手からプロ入り初打席、初安打、初打点となるタイムリーを放っています。あー、やったー。ありがとうございます。はい、続いては星野雄大捕手、1988年の生まれで岡山県のご出身です。そして昨年のドラフト5位で入団されました。捕球に加えて強肩、リードの兼ね備え、四国アイランドリーグナンバーワンの捕手として活躍されていらっしゃいました。弟にはソフトバンク投手の星野大地選手がいらっしゃいますね。で、遠投が 110m、 二塁の到達 1.8 秒弾の正確な送球が武器の強肩捕手でいらっしゃいます。はい、こちらも兄弟のプロ野球。はい、そうです。ということですね。では四国アイランドリーグから上がってきたということはね、苦労人なんですよ ね、 すよね。応援してましたか。はい、プロ野球に入るという、いかがですか。はい、まあ、いろいろ苦労しましたけど、まあ、入れてよかったなというか。はい、また第一関門クリアみたいなことですよね。あとはまた上に上がっていかなくちゃいけないです。さあ、一軍出て、打点もつきました。はい、どうでしたその時は。いや、すごい緊張しました。緊張したいですか。だけどやっぱり初打席がヒットになるって、そうですよ。やっぱ運もないといけないんですが、それなりの努力もねしていかないともちろん出ません。山本真人投手からっていうのがまた嬉しいんじゃないですかね。はい、そうですね。ちょっとスピードが落ちてたところ打ったんじゃないですかね。何をおっしゃいますか。でも本当に記憶に残る、そして記憶に残るそんな初打点になりましたけれども、今後の目標なんかありましたらぜひ教えていただきたいと思います。少しでも早く自分でできるようになって、はい、スワローズの日本一に貢献できるような選手になってもらいたいと思います。日本一ですよね。はい、今年がねちょっとあれでしたからね、ぜひ若い力でどんどんこう上げていっていただきたいなと思うんですけれども、このフェニックスリーグはその四国アイランドリーグの時も参加したことはあるんですか。はい、去年参加しました。はい、ね、去年はいわゆるプロ野球選手と戦をしたと。今年はプロ野球選手としてやるわけですけども、でもちょっと心構えも違ってきますよね。はい、まあ、去年は、まあ、当たって砕くんじゃないですけど、はい、アピールするつもりでやってて、まあ、今年は、まあ、プロとして負けれないので、はい、そういう気持ちでやっています。具体的にはどんな風にしたいですか。自分的に今年は、はい、で、まあ、キャッチャーなんで、まあ、試合に勝つと一番考えてプレーしてます、はい。さあ、このフェニックスリーグはどういうところを考えながら過ごしていきたいと思うんですか。勝つために自分ができることをすごく多くのことができるようになりたいですし、バッティングの守備も全てこのレベルアップを目指して頑張りたいと思います。はい、皆さんの宿舎は埼玉ですからね。はい、ちょっと離れたところに。そうなんですよね。今日は本当に遠くからありがとうございます。頑張っていただきたいと、はい、はい、思います。さあ、それではプレゼント、はい、皆さんにズバリと誰に渡すかを決めていただきたいんですけれども、はい、どうやって決めましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ直感でいきます。はい、はい、直感でいいですよ。直感でいきます。その人で。あ、やっともらいました。やっと、はい、おめでとうございます。はい、さあ、そして、はい、そして引き渡していただいて、はい、じゃあ、緑色のユニフォーム。はい、
しくご覧ください。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にあの宮崎のファンの皆さんに一言ずつお願いをいたします。はい、ヤクルトは最強のキャプテンやってますので皆さん、熱い熱い応援よろしくお願いします。はい、頑張りますのでちょっと遠いですけどレイサイドまで応援に来てください。よろしくお願いします。はい、